朝活さん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、見える。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと書き取っちゃうので、また後で書きますね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次行きたいと思います。りょうさん、お花ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。くまさん、ありがとう。スパイスバブさん、かわいい。ありがとう。ありがとうございます。スパさん、ありがとう。ありがとうございます。スマさん、帽子もありがとうね。ありがとう。次、チッカー買うから嬉しい。待ってるね。じゃあ次、ムーさん行きたいと思います。ムーさん、いらっしゃるかな。もしいたら、返事を。じゃあ、ムーさん行きますね。はい、ありがとう。はい、ちょっと待ってね。ルンさん、ありがとう。ありがとうございます。ちょっとまだ書けれてない分はまた書きますので、待っとってほしいなと思います。ルンさん、ありがとう。ちゃんと裏に書いてます。そう、さっきちょっと裏見せるの忘れてたんだけど、みんな裏書いてるので、よかったら裏も見てほしいなって、なって思いますね。ちょっと見とってね。ソムさん、だるまありがとう。ありがとうございます。コバンもありがとう。マスターさん、ハートありがとう。ありがとうございます。ありがとう。アザース、このシングルもよろしくね。ありがとう。ミラーさん、ありがとうね。あ、スクショ撮ってくれたかな。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。はい、チェキ会楽しみだったから嬉しい。じゃあ次、リオさん行きたいと思います。リオさん、何かな、どれだ、どこも、あ、いました。よいしょ。りょうさんは本当にいつも配信見に来てくれて嬉しいです。もうこれからもどんどんもっと好きになっていただけるように頑張ります。りょうさん、ありがとう。日本大好き牧場、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。しっかり裏にも書いてるので、また見てください。待って、ありがとうございます。次行きたいと思います。村さん、ありがとう。こちらこそありがとう。ありがとうございます。裏もびっちりちゃんと、やっぱり来い。ありがとう。こんばんは。あとたくさん書いて了解。いつもありがとう。こちらこそ。皆さん、ありがとう。こちらこそありがとう。じゃあ次行きたいと思います。次は誰かな。よいしょ。次はスバルさん行きたいと思います。はい、さん、はい、うん、はい、ちょっと待ってね。あれどこだ、あれどこだ、消えた、あった、ありました。ちょっと待ってくださいね。出航ポーズにしました。可愛いかなみたいなそう、ちょっと出航ポーズにしてみました。本当は申し込みたかった。またユニアさん、ね、高校忙しいけど私もよかった。また書いてます。はい、ちょっとね、でもまだ全部は書ききれてないのもあるので、下のでよろしくお願いします。ちょっと待ってね。そう、ちょっとね、ね、まだね、終わってないかもしれない。次、ゆめちゃん、ゆうちゃん、どうしようかな。これと、どうしよう、どうしよう、ね、どれ
どれがいい？どれがいいって言ってもあれか。どうしよう。これでいいかな。これにしよう。ちょっとまだ色とか塗れてない部分は後でね、全部塗るから。ちょっと待ってね。はい、こんな感じです。スバルさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。これはまだ色つけてないんだけど、お花これです。これ前の配信の時にやってたやつですね。こんな感じでなんか進化系みたいな感じなんですけど、ちゃんとこんな感じで描くので、スバルさんありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ケーキ買わんといく。ケーキ買う。あ、描きます。まだ描ききれてないのが結構あるから、後で色塗りします。エル先輩さん、誰もありがとう。ありがとうございます。ありがとう。それじゃあ次行きたいと思います。次は町の電気屋さん、ありがとう。いつもね、配信見に来てくれてありがとう。本当に絶対ね、コメント一回してくれるから元気出ちゃうんだよね。一瞬感じが、うちの電気屋さん、ありがとう。そう、うちの電気屋さんとはね、思い出があるんですよね。電気屋さんさんってずっと呼んでた。でも、さんでいいよっていう思い出があります。うちの電気屋さん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。ムブラブイさん、キムコさん、ハートありがとう。ありがとうございます。サイゾさんもハートありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。おつぽんおつぽん。じゃあ次行きたいと思います。次はね、はい、キットさん、ありがとう。そういつもね、本当に配信とか、なんだろう、口並べもね、最近対戦できてないけど、対戦してるからさ、なんだろう、あと、あれ、お話し会とかも本当にいつも来てくれて、ライブも本当にいつも来てくれて、本当にいつもありがとう。そう、もっとね、頑張ってもらえるんだと思います。あ、これしよう。そう、たくさん持ってくれて嬉しい。キットさん、ありがとう。ありがとうございます。はい、キットさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんな感じで裏も書いてるので、届いた時にしっかり読んでくださると嬉しいです。本当にいつも配信に来てくれてありがとうね。キットさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。みさごさん、ハート、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。大事にするね。ありがとうね、キットさん、嬉しい、ね、音楽流れてるね。口並べ当たらない。口並べ当たらない。本当に当たるよ。当たる、絶対次、アティシさんかな。アティシさん、ありがとう。よいしょ。
いつも配信見に来てくれて、もう絶対コメントしてくれるし、なんだろう、本当にありがとう。そう、座ってるやつじゃなくてごめんね。でもちゃんと普通に書いてある、ね。ありがとうございます。あちさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。こちらこそありがとう。あちさん、ハートありがとうね。ありがとう。届いたらお話し会で見せる。本当にそう、ゆうさんの、あのね、ひとさんの誕生日の時のね、ちょうどお話し会があるからね、その時とか待ってます。楽しみだね。裏にもそういっぱい書いてます。じゃあ次行きます。次はカイトさん、ありがとうございます。カイトさん、ありがとうね。本当にいつもありがとう。よいしょ、これしよう。ありがとうございます。カイトさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。そう、裏にも書いてます。2月4日覚えてくれて感動。いやいや、覚えてるよ、さすがに。カイトさん、いつも配信はほとんど一番に来てくれて、いつも応援してくれて本当にありがとう。これからも嬉しくねって書いてます。またゆっくり見てください。ありがとうね。ありがとうございます。リコさん、主権の方、はじめまして。 ST48 3期研究生、梶原美恵です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます。じゃあ次行きたいと思います。次はあやじいさん、ありがとう。ありがとうございます。どれかな、ありました、ありました。そう、ちょっとね、これはね、ありがとう。こちらこそありがとう。よいしょ、ありがとう。はい、次いきます。広重、ありがとう。広重いますか。じいさん、ありがとう。ありがとう。あやじいさん、ありがとう。ありがとうございます。これはくまちゃん、あやじいさんとはくまちゃんの思い出があるから、 SW 演じるくまちゃんの思い出を込めてくまちゃんにしました。また見てくださると嬉しいです。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。そう、まだね、書ききれてないからね、全然。そう、また後で付け足ししたいなって思ってます。まあ、ほんまにメイク上手だったらめっちゃ可愛い。嬉しい。じゃあ次行きたいと思います。次は KHK さん、ありがとう。KHK さんのブリックポーズです。ブリックポーズをしてます。なんでって感じ。なんかね、何をしようかな。まあ、ブリックポーズが一番かな。
後ろにはいつもありがとう、キツネ配信も見てくれてありがとう、もっと応援してもらえるようにいっぱい可愛くなるねって書いてます。もっとメイクとかいろいろ研究してもっと可愛くなってもっといっぱい押してもらえるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとう KHK さん、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは、こんばんは。申し込めなかったら本当に今回一生引きずるかも。いやいやいや、またまたね、機会があると思うので。おじいさん、待ってたよ、ありがとう、待ってたよ、いっぱいありがとう、おかけ中ありがとうね。ねずみちゃんいっぱいありがとう、ありがとう、待っててくれて、あつもつもありがとう。おじいさんこちらこそありがとう。なれ先輩さん虹色の星ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。日本大好きの口ありがとう。そう、他のこのこの感じで手に持ってるのはこれ前配信で紹介したやつですね。そう、ちょっとねまだね書ききれてないやつちょっとまだあるのでね。キットさんハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、こんばんは、こんばんは。朝より可愛いちょん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 、かわいい、 Thank you、 ハロミュージ見してくださいね。もしオンラインサインチ機会とかオンラインサインチ機会で書いたやつのチェキを見せてほしい。いた、お隣リチャか、リチャ美味しいよ。ケイチケイさんお花ありがとう。あ、ケイチケイさんさっき書かせていただきました。ありがとう、ありがとうございます。ポンポン、晩ご飯食べてるの？食べてないよ。嬉しい、ありがとうね。また届いたら家に見せてほしいな。なんだスマホケースとかに貼る機会が貼るスマホケースとかに入れるのもありだし、チェキファイル、チェキ なんだろう、なんかチェキを入れるケースみたいなのがあるから、それに入れてもらうのも嬉しいなと思います。アツシさん、黄緑色のペンライトありがとう、ありがとうございます。ちょっとお家じゃないからないんだけど、ありがとう、ありがとう。これはね、100均に売ってる。そう、なんかでも、なんだろう、柄がいろんなのがあるから、なんだろう、ハンドとの柄のやつとかあるし。届くの楽しみ、カホーにします。え、嬉しい。カホーって何？何ありがとう。ケンダンさん試験の方こんばんは、はじめまして。 STU48 3期研究生梶原美です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます、ありがとう。特別なケースに入れます。特別なケースどんなの？ヒラリーハットさんハットありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そう、あの家の宝、家の宝って意味なの？家の宝物。スポンスポン、そのまんまの意味ってことか。こんばんは、こんばんは。そのまんまだけど、
そのままだけどね、意味が分かんなかったんだ。トールさんハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そうでもこの服に今日こうやってやってたからさ、なんかもっといいのあったかなと思ったんだけど、これは思い出のねお花なので、漢字読めないよ。なんて書いてあるの、なんて言うの、なんとかのお家の宝家宝。へえ、こんばんは。あとも、もみゆぽん家宝知らんかった、知らないよ、わかんない。こんばんは、かっこかっこ書いててほしい、かっこない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 、仕事終わったけど言われたかな、あもう読んじゃった、ごめんね。そうでも裏にチリ書いたので、あまさかつさんもね今来てくれた、ありがとね。そうさっき読んじゃった、もうやべりさんもう読んじゃった。そうメンバー漢字 YKT 第1位、あそのってような、えもうわかんないな、漢字漢字は見てください、全部ひらがなでもいいかな。こんばんは、こんばんは、ポンポン、なんだろうね、なんかはなかっぱみたい、あつぽんあつぽん、ひみさん初見の方、あつぽんはじめまして、 ST48 さん危険級生梶原美です、ぜひ応援してくださって嬉しいです、待ってます。今週の幕張メッセで漢字テストしよう、やだ無理やだ、まあ漢字は本当に苦手系だから、はい、じゃあみゆは今から隣にリチャがいるのでね、リチャのためのリチャだけのやつを書いていきたいと思います。はい、やっていきます。リチャがいるの、リチャどれがいい、どうしようかな、リチャはどれがいいと思いますか。これにしようかな、リチャはお花を持ってる、ね、このひざまずいてるやつか、この花かっぱか、このイエーみたいなやつ、どれがいいと思いますか。リチャのやつのお宝なんだよ、隣はリチャなんです。テンション高いな、リチャがいるからテンション高いの。ありがとう、大切にするね、ありがとね。そうなんか多分もうちょっと時間かけて言ってよかったんだけど、なんか早く言わないといけないらしくて早く言っちゃった、ごめんね、もう終わっちゃった。じゃあリチャの会いきます。どれ、リチャどれがいいと思う。リチャがどう関係して、リチャが隣にいて交換しようって話してるから、それやっていきます。リチャもっとね好きって言ってもらえるように頑張ります。じゃあ帰っていくね。じゃあさっきみたいな感じで帰って、レグルスさんリチャのは可愛くします。あ、めっちゃ滑れちゃった、間に合った、よかった、次レグルさんです、よいしょ、こんばんは、こんばんは、日本さんありがとう、こんばんは、スバルさんお花ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、こんばんは、こんばんは、ありがとう、やっほー。そう、みゆはね、ねえみんなリチャって何色が好きなの。こんばんは、こんばんは、何なんだろうな、そう、塩
カップにしました。うつぼね。リチャさんって書くの？リチャちゃん？リチャちゃん？リチャは緑が好きです。そうなの？じゃ緑か。緑？緑が好きなの？何色が好きなの、リチャ？何でもいいが一番困る。赤。赤。赤。ペンライトカラーを参考に。確かに。ちゃんとね。使ってもらえるように。でも嬉しいね、なんかメンバーのさチェキがさもらえるの嬉しくない？こっかんこできるって嬉しいです。メンバー特権だよ、メンバー特権。こんばんは、こんばんは。ピポンが黄緑が好き。ミア黄緑、水色がペンライトカラーです。黄緑はカエルだから、カエルじゃない、カッパだから。オノピーさん、ハートいっぱいありがとう。ありがとうございます。そう、さっきのミュウのやつと、こんな感じかな。そう、ミポン大好き牧場をちゃんと取り入れてるから。今後注目してくださいね。こんな感じ。リチャさん、リチャちゃんって書いてる。リサコちゃん、リサコちゃん、いつもありがとう。ミポン大好き牧場書いてます。これもらったら嬉しい。嬉しくないって言ったらどうしようね。こんばんは、ユニアさん。お花ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ユニアさん、ハートもありがとう。今日もコックお疲れ。あ、テストどうだったの？そうだよ、こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。じゃ、じゃ、こんばんは。いちごちゃんもりちゃんにチェキ書いてるよ。そうなの？りちゃん持って持って。じゃあ、みもいちごちゃんか。いちごちゃん。いちごちゃんはじゃあ何色が好きだっけ？こまこま教えて教えて。振られちゃったヒーターにも書いたら、え、そうやってさ、ミユのこと追い込んでさ、楽しいですか？ミユがなんか振られたみたいな、私楽しいですか？でもヒーターはミユのこと大好きだから、一方的にね。インパルさん、誰もありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。いちご色が好きなんですか？なるほど。
が下手だよ。そう、いちごちゃんはね、いちごちゃんはなんかメールでも書いたんですけど、みゆだけがイッチーって呼んでるんですよ。だから皆さん真似しないでくださいね。なんかいちごちゃんのだけクリスマスになったみたい。限定？なんかクリスマス感あるくない？ここがヘタ部分でしょ。ここが赤部分ですね。赤と黄色と緑、黄色か。なんかさ、いちごじゃない、スイカになった。スイカです。ピーポン大好き牧場って一応書いておきます。一緒の人間かと思った。頭のちょっと悪いけん、すごい、ね、頑張ったね。え、明日テスト3日目だっけ。頑張れたのは朝みーぽんがファイティングって言ってくれたから、ね、いやもう本当にお疲れ。テスト嫌だよ。テスト以上に嫌なものはない。あ、電脳さん、だるま、ありがとう、ありがとうございます。インパリさんもだるま、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。気まず今流行ってるからね、スイカ。そうなの。スタンさん、試験の方、こんにちは、はじめまして。 STU ホテルさん、危険現世梶原美優です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます。いちごちゃん、みーぽんチェキ帰ってくれないって言ってたのにやるやんって。あれ、大好き、サングラスです。いちごからスイカになる。そうなんかね、ダンスの先生がね、いちごちゃんのことリンゴちゃんって言ってみたいな。こんばんは、こんばんは。クリミーさん、お花ありがとう、ありがとうございます。歌っちゃうよね。ごめんね。うん、小田和さん、次の時間良ければ待ってますね。ありがとう。ゆうぽん、数学90点やろう。マイナス80とかかな。90のマイナス80。次は絶対申し込んでくれるって。え、申し込んでくれるんですか。待ってます。ありがとうね。インバルさん、ありがとう。ありがとうございます。明日は配信、明日かな、どうかな。ラマンダーさん、初見の方、はじめまして。STU48さん、緊急生、梶原美です。ぜひ、ありがとう。あー、朝風さん、花、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。え、なんかさ、拗ねてる、この顔。チェキ書いてくれるのは嬉しい。本当に。チッカーのみちゃん、初見でショーのオンラインサインチキからは見る人生で初めてですね。3期研究生としても楽しみでした。なんでイチゴがリモちゃん、わかんない。テストはあさってまであるあって4期を頑張りたいし、ユニオンさん頑張ってください。この音楽を聴いて頑張れ頑張れ。はい、
ユニアさんならできるできる。数学10点そんな低くはないはず。こまこま大人っぽい。あつしさんハートありがとう、ありがとうございます、ありがとう。本当はめっちゃ美味しかった。本当に本当ですかそれ。本当かな。いやなんかね、顔面がね、なんか拗ねてる、拗ねてるかもみたいな感じなんですね。こんばんは。可愛いちょっと可愛いでしょ。そろそろお腹すいてきた。こんばんは。いつですか。ローランコさん、誰もありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ツアー思い出、ツアー思い出すね。そう、今週末お話し会だね、お話し会だね、待ってますよ。それちょうだい。これこれでいいんですか。これだっけ、これでいいのだ。スネミューポン、奥やな、奥。なんかそう、ヒータンになんかなんかいじられて、ちょっと今ヒータンあんまりふんって感じなんですよ。ヒータンいけない人だから、ね、怒っとって。チェキのミーポン大人っぽく見える、多分カッコつけてるだけで。コナンさん、100回目の方もありがとう。これからもぜひ見に来てください。ありがとう、ありがとうございます。可愛い時期を制限持って帰らせてください。またぜひね、りょうさん待ってます。本当に嬉しい。ありがとう。あちさん、ハート、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ちょっと待記録した。スクショタイムちょっとやってないんですけど、やる？なんかついてる、変ですね。あちさん、グーグーありがとう、ありがとうございます。ヒーターメイポンからリアチに行ったからね、ネタバレになっちゃうけどね。今ヒーターは苦手な人です。ヒッターはね、なんかね、あ、でもあれだよ、かすみんちゃんも最近はひどいんですよ。かすみんちゃんはもう感じかわちい、ありがとう。今週末オンライン、今週末お話し会もあるので、お話し会で会いましょう。え、チェキっていつ届くの。チェキっていつ届くんですか。チェキっていつ届くんですか。そう、そんなに遠くないけど、今確定では言えない。ああ、遠いか、そんなに時間がもたないらしい。そうだね、まあでもチェキが届いたらお話し会、オンラインお話し会もあるし、直接会ってお話ができる個別お話し会でもあるし、そこでもしか見せてくれる時が来たら嬉しいな。大体届くの2ヶ月後。そうなの。そうそう、チェキは忘れた頃に届くと思います。うん、まあでもなんか、なんだろう、忘れて届いたって思った瞬間が一番嬉しいので、それを楽しみにしといたしな。今はワインさん、ハートありがとう、そしてダルマもありがとう、ありがとうございます。直接お話し会楽しみ、楽しみだね、楽しみ。クリミさんありがとうね。うち並べしたいよ、今日全然できてない。悩みのことは一中にね言うしかないね。お疲れ様、こんばんは、こんばんは。トゥ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 、イッチ今からもしかして届くの楽しみだから忘れられないよ、忘れられないよね、さすがにね。そう、忘れたらね、じゃあどうしますか。1週間晩ご飯抜き、
北大公園、新日山口、山口ね、楽しみ。どうだ、どうなるかまだ分かりませんが、自分にできること頑張ります。こんばんは、こんばんは。あつまあつま、さみてるさん、お花ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。っていう姿をちゃんと見届けていただけれるように、そういう日が来る、頑張ります。ペポン大好き牧場ありがとう。リチャと誰が横にいる？リチャだよ、リチャだけだよ。こんな話しか申し込まれた。第2再販は終わりました。第2オンラインお話し会の第2再販は申し込みが終わりました。大好き牧場ありがとう。これはでも派手にしすぎてるから、いちごちゃんとりちゃん限定のやつ。ミデバードさん、だるま、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。はなかっぱだよ。あ、奇跡いった。洗濯機も再販あるというのが確かに。次のオンラインお話し会の申し込み、え、どうなんだろう。いつもいつもユニバードさん、ハート、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ついてしまう、ということで夢は序盤の灰奇跡だったから、そんなイメージ強いかも。すごい、描いてくれるの優しい、描いてくれてる。いっちゃん、ん、描いてくれてる、描いとうよって。いっちゃん、終わったらご飯たくさん食べてね。ありがとう、食べますね、いっぱいパクパクと。仲いいんだよね、ね、だよね。じゃあちょっと、ちょっと行くね、いい？
ちょっと行っちゃったから、また後でね、2人で写真撮るのでメール載せるから。今度赤チー宮本さん、試験の方こんばんは、はじめまして、 STU48 さん、危険決済、梶原美です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます。元気元気。ギボの少し落ち込んでるところが可愛かった。落ち込んでないし、別にそんなんで落ち込むとか全然そんなことないし。ギボかけたよ。え、見して。じゃあちょっとこれをリチャと交換します。はい。え、かわいい。え、かわいい。あ、見て、ギボ描いてくれた。ミポンかわいい、大好き。中学生活も楽しんでね、出会えてよかった。優しい、可愛すぎて。こちらこそありがとう。後で話そう。また後で話そうね。あ、よし。イリちゃん最初やったけん本名。ありがとう宮本さん、だるまありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、かわいい。ゆたんさん、主権の方、はじめまして、STU48 さん、危険形成、かじらみです。ぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます。繁忙期出てないからね。いつか2人で配信してね。そう、コラボ配信したよ。こんばんは。そう、そう、今りちゃが言ってたんだけど、後で付け足しができるらしいので。そう、でもね、まだ全然うまく可愛く描けてないところもあるので付け足ししますね。キリキリンキリンクーさん、主権の方、日本大好き牧場ありがとう。はじめまして、 STU48 さん、危険形成、梶原美です。ぜひ応援してくださると嬉しいです。やってる、やってます。結構大好き僕よ。そう、そんな感じで、そう、リちゃんにね、ゲットしてもらってしまいました。これはちゃんとスマホにね、やっとこうかな。あどうする？じゃあ7時までしたいと思います。ゆぽん大好き野球場、野球場？牧場だよ。ゆーちゃん、ゆーちゃんです。ゆぽんかわいい、ありがとう。エルさんフォローありがとう。これからぜひ応援してくださると嬉しいです。待ってます。ありがとう、ありがとうございます。で、髪の毛長くない？今日の格差はい、緊張しました。どこまでもファン思い、ファン思いはいっぱいです。そう、さっきも言ったんですけど、例えばここにミューポン大好き牧場って書いてて、ここにお名前を書いてて、ハートって書いてて、ここにミューのサインが書いてて、枠を塗ってあって、ここに名前が書いてて、っていうホテルさん、緊急セクジラメって書いてて、ここには一人一人に向けた大切な思いが書いてるのでね、白でね、あのポスカ白で書いてるので、そう、あのしっかり見といてもらえると嬉しいです。リポンの配信あっという間だった。早く明日の朝にならんかな。早くね。そう、ズボンだったんだよ今日。はい、じゃあ壇上読みしていきたいと思います。ありがとうございます。13位インパルスさん、ありがとう、ありがとうございます。12位テトリスファイブさん、ありがとう、ありがとうございます。11位アチさん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして10位ソマさん、ありがとう、ありがとうございます。そして9位シャントさん、ありがとう、ありがとうございます。8位ナル先輩さん、ありがとう、ありがとうございます。7位 KHK さん、ありがとう、ありがとうございます。6位オノピーさん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。5位レノさん、ありがとう、ありがとうございます。4位スバルさん、ありがとう、ありがとうございます。3位ムラさん、ありがとう、ありがとうございます。そして2位ユウさん、ありがとうございます。そして今日の1位はアユジさんでした。ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。初
初サインチェキ会お疲れ様お疲れ様。素敵なチェキ会ありがとう。チェキありがとう、大切ですよね。ちゃんと裏もしっかり読んでくださいね。さあみんなちゃんと裏読んでください。りちゃんも他のスマホで見てる。いいね、本当にありがとう。次は絶対申し込みます。あ、約束ねえじゃん。待ってます。でもなんだろう、本当に楽しみにしてます。次のオンラインサインチェキ会でもまたいろんな方に、いろんな方になんだろう、いっぱいメッセージが書けるように楽しみにしてます。その時にはもっと成長した、もっと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 可愛いミューを届けていけれるように頑張るので、これからもミューポンの赤抜け大作戦はまだまだ終わらない。はい、ということで、じゃあ終わろうかな。そこそこありがとう。そう、今日は私配信中に1回は絶対7並びやってるんですけど、ちょっとあれなので今日はできなかったんですけど、また明日やろうかな。今日朝7並びやったので、また明日朝会いましょう。今度は3枚待ってる。はい、じゃあ終わろうかな。ありがとう。それじゃあ終わります。じゃあ皆さん今日もありがとう。初めてのオンラインサインチェキ会ありがとうございました。また次皆さんにいっぱいメッセージが伝えられるように頑張ります。おやすみおやすみ。今日も皆さん見に来てくれてありがとう。また明日の配信で会いましょう。ありがとうね。バイバイ。お疲れ様。幕張メッセージで、ね、また会おうね。バイバイ。ありがとう。